い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきますが、でね、今僕ナエナエなんですよ。まあナエナエってね、まあ僕自分でも初めて言ったんですけれども、ナエちゃってるんですよね。あんまり動画の中じゃね、まあ、あのマイナスなことは僕言いたくないんですけれども、たまにはねやっぱ愚痴らして、でたまには愚痴ってもいいよね。まあなんで泣いてるかって言いますと、めちゃくちゃ最近いい動画が撮れたんですよ。まあ、過去最高クラスに面白いんじゃないかって思うぐらいにね、うわめっちゃいい今日撮れたか撮れたみたいな、めっちゃ良かったんですよ。でもね、録画できてなかったんだよな。それね、めっちゃみんなに見てもらいたかったんだよね。それがねめっちゃショックで、なえないなんですよ。まあどんな感じかって言ったらね、一人外役プレイヤーがいたんですよね。まあすごいなんか攻撃的でめちゃくちゃ外役してくるみたいな、それをですねみんなでぶっ倒すっていう動画なんですよね。それがマジでね面白かったの。待って、ルイージ大体なんでルイージこんな外役な人多いの、なんでルイージはなんでそんな人多いの、え恨みでもあんの、誰ルイージ、ヌヒ、名前言いにくいって、ヌヒってヌヒって言う、ヌヒ向こう行ってよ、もうヌヒ言いにくいって噛みそうだって。いや絶対こっち来るでしょ。いやまずもうやっぱこっち、もうジャンプしても、いやヒップドロップしてくるよ、ほらほらほら、もうやめてって、もう向こう行ってって、もう、待って、マジでヌヒ邪魔、マジでヌヒ邪魔だって、マジで邪魔だ、なんでそんなにこっち来んの、ピオキングがそんなに好きか、ちょっと待って、ヌヒヌヒヌヒ待ってって、マジでやめてって、もう、うわやっぱそういうことしてくる、もうそんなんしたらさ絶対勝てないって、もう、さっきさみんなで外役プレイヤーを倒そうぜって言ったばっかりなのにさ、ね、何なんでそんな外役してくんの、キノピオ、キノピコ笑ってんなって、そいつ外役だぞ、笑ってんなって、そしてラグいって、マジでやばっ、やばくねこのラグさ。てかさ、今よくよく見たらさ、ルイージの鼻長くね、めっちゃ長いよね。どんくらい長いって言ったって、めっちゃ、いやね、もう神々だけど相当長いと思うんですよ。あれほら、もう足の先まであるよ、足の先より長いもんね多分。今ねちょっと小さいからね、画面が、まあ、画面が小さいからあんまり見えないんですけど、絶対あれ足より長いよ多分、手ぐらいあるよ、手より長いよ多分。だってそこはヒップドロップしてくるでしょ。あ、なるほど、そこは僕に任せてくれるんだね、ルイージ。ちょっと待って、いやそういうのやめてって、もうそこ僕しか行けないじゃん、もう。え、何マジ恨みあんのこの人、邪魔だってマジでちょっと待って、ヒップドロップさせろって、ヒップドロップさせろって、これもう絶対負けたじゃん、もう。これ普通に一人で行きたかったの。でもね、これはぶっちゃけていい、一人でも多分負けてたと思う。なんでかって言ったら、もうこういうね、もう狭い場所でヒップドロップするのめっちゃね、不得意っていうのかな、まあ得意じゃないんですよ。待って、これさルイージに先行かしちゃったら、くそ、ねえ俺なんか悪いことした、よかった、もうヌヒ偉大で、また次現れてきたらどうしようって思ったけど、いやよかったよかった、ヌヒさ、いやでもさ逆に言ってほしくない、あのヌヒをさ倒す動画をみんな見たかったよね。さてこれは多分走っていかなきゃダメなパターンじゃない、これ。ほらルイージどこ行った、よしオッケー、でこっちでいいかな、オッケーオッケー、いいね。これはどうすればいいんだ、このまま走っていい、でこのまま走っていきます、オッケーいいね、なるほど、待って、まずこっちね、オッケーオッケー、でジャンプして、こっちに行かなきゃいけないパターンで、ジャンプで右、うわうまっ今うまかったね、このまま右に渡っていきますか、いやもうゴールあっていいよ、もうゴールあっていい、なるほど、ちょっと待って、いやまずいまずいまずい、ちょっとゆっくり降りていきます、マントをなくしちゃ多分いけないと思うんで、ここで中間ポイントね、オッケー、でもう一回、こっち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 でいい、ちょっと待って、やばい、大丈夫、間に合うか、よし、でもこれでいけるかな、大丈夫、うわいけんくせえ、いけんくせえ、ちょっと待って、うわちょっと、うわっ、ちょっと待って、これこんな感じでいこう僕ね甲羅を使って2段ジャンプ足すじゃんっていうのからそれできないんですよ。だから僕はねもうああやっていくしかありません。ということでここは右、はい、いいね、でこのまま渡っていける、大丈夫大丈夫、いけるかな、うわ早く早く、ちょ
やったそして今日もですね、ちょっと DM でいただいたメッセージのまあコメントって言いますか、それをねちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、まあそれのコメント返しかな。ですね、毎日ピオキングさんの動画を見て爆笑して、まあ毎日うるさいって言われますっていうコメントがね来たんですよ。ちょっと待って、これはロケットが多分猫で反転できるよね。オッケー。よし、キナピコ、キナピコ一緒行こう。ちょ待って、マリオマジでちょっと KY、 マジでちょ、よし、このままマリオを攻撃していこうか。マリオあんなするんだったら僕攻撃していきますよ。多分ここ多分ボスいるよ、ボスいる。うわー、でも僕猫だからね、関係なし。このまま右に渡っていきたいと思ったけど、よし、オッケー。いや、ワンチャン、なるほど、ここでブンブンお前か。いや、このアイテムは取らせない。ちょっと待って、よし、オッケー。くっそ、次で取りたい、次取りたいね。よし、オッケー。またいんのか、これはきついな。まだおるっぽくない、ここクリアしても。よし、オッケー。なんか今やられたんだけどね、ちょうどそこにプンプンがいてくれたおかげでさ。さて、ここでよし、オッケー。誰、よし、多分まだいるよ、もうゴールじゃないと思うんですよ。よし、いや、ここ熱い、左、うわうわ、今のはマジで悔しい。まあその僕の動画を見ることによってですね、スーパーマリオやりたいなって思いました。まあそういう DM があったんですよ。いや、非常に嬉しいですね。前にもですね、こういったコメントはいただいたことありまして、まあ YouTube コメでも、まあニコニココメでも、どちらでもね、まあそういうコメントあったりするんですよ。いや、ほんとめちゃくちゃ嬉しくて、でピオキングさんとやりたいからスイッチまで買いましたっていう人もいるぐらいなんですよ。もうすごいね。いや、ほん本当に配信者冥利に尽きるっていうのかな。この僕が楽しくやれるのって、やっぱみんながね、そうやって協力的っていうか、僕をですね、楽しくさせてくれてるんですよ。ただね、みんなはね、いやいや、俺たち見てるだけだからとか思ってるでしょう。そんなんじゃないんだよ。何気ないね、コメントとか。そんなんでめっちゃね、僕の、モチベーションっていうのかな、めちゃくちゃ上がったりするんだよ。ちょ、待って、ごめん。これはチャンスだね。僕、このコース知ってます。はい。よし、オッケー、ジャンプ。で、もうちょっとでゴールがあると思うんだよな。いや、中間ポイント取っていく？オッケー、オッケー、オッケー。いや、これで一回当たれるんですけどね。当たれるんですよ。もうすぐゴールあるでしょ。いや、ここジャンプして渡っていきます。うわ、待って。え、なんか動かんくなった。今、コントローラーちょっと動かんかった。なに？詐欺の意味わかんないんですけど、ちょっとコントローラーの調子がおかしいんですよ。よし、じゃあこれはこのまま右渡っていきますか。よし。これはね、ちょっと青をなるべく落としていきましょう後ろの人が来れないように青を落としていきたいんですけれども、ほとんど青の意味なかったね。で、このまま滑っていく。なんかね、このコース前にもやったことありますね。僕最近ね、前にもやったことありますっていうね、こと多いと思うんですよ。なんでかって言ったらね、マジでね、多いんですよ、やったことあるコース。やっぱ相当ねしてるから。そして今なんかね、みんな音楽聞こえない、なんか風呂が沸いたみたい、なんか風呂が沸いたらさ、なんかテリリリリみたいな、お風呂が沸きましたみたいなうちなるんですよね。それが今もしかしたら聞こえてたらごめんなさいね。で、この土管に入る。そしてもうすぐゴールがあると思うんですよ。さあ、これでラストバトルです。イエス、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。